はい、こんにちは。今日はドアの内張りを外していきたいと思います。まずはドアの全体を見ていきます。ネジが隠されているので、その場所を探していきますね。まず僕の車はここですね。ここ1箇所と、またここにもありますね、こっち側。あとここのドアノブの奥側にパネルがあるので、それをめくるときとネジがあります。そのパネルをまず外していきましょう。よいしょ、こいつめくっちゃいますね。こっちもはい、取っていきましょう。あとですね、ここですね、ここの奥にもきっとパネルのがあるので外していきます。よし、はい、ネジが出てきますね、この中に。はい、まずはこのネジを4箇所緩めていきましょう。はい、ここのネジ緩めていきますね。はい、取れました。次こちらです。はい、こちらのネジも取れました。はい、こちらの次はこちらのネジを緩めていきましょう。各車によってネジが隠れている場所が違うので、インカラや説明書などで隠れている場所を探しましょうね。探してください。はい、はい、緩まりました。このネジはなくさないようにちゃんと保管しておいてください。はい、これでネジが全部外れました。あとはパネル、この内張りを無理やりバカッと外していくだけです。あとは力技になります。まずはこちらの下から外していきますね。だん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 と回っていきましょう。はい、大体のぼっちが外れました。手前に行くとこんな感じです。ダランダランとなります。あとはここですね。あとはここを上に持ち上げます。持ち上げるとロックのボタンのところを越えてください。はい、引いていきます。上に持ち上げると外れます。あとはここが引っかかってるだけなので、ここを手前に引いて、ここははまってるだけですね。ここははまってるだけです。はい、あとはここのコネクターを抜いていきましょう。はい、コネクターを抜いていきますね。はい、コネクター抜けました。はい、すぐ簡単に外れましたね。僕の車はちょっとデッドニングしてるので、なんか見た目が雑ですけどね、デッドクリーニングの効果は案外ありますよ。今の手順を逆にやってもらえば、またはめていけるので簡単ですね。デッドニングやスピーカー交換などが自分でしてみたいなという方は、ぜひ一度外してみてください。すぐに簡単にできます。ドアを外すことは簡単ですし、このスピーカー交換も案外簡単です。デッドニングもやってみると自分の車に愛着が湧いてくるので、一度やってみてください。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。あとグッドボタンお願いします。